technology under threat from dinosaurs. Defending the peace. IBIS World News. Hello, viewers. I am Ivy the Android, and here is the latest news. This is footage of last week's major dinosaur outbreak. As you can see, an exofighter unit was on the scene to stop the raptor swarms. IBIS's superior dinosaur forecasting and cutting-edge exosuit technology were able to keep human casualties to zero. Exosuit development is proceeding under the guidance of the next-gen AI, Leviathan. Meanwhile, IBIS continues to recruit candidates to become new exofighters, humanity's greatest hope. Here are the latest images of recently developed exosuits. IBIS's advancements make our world a better place. And we owe it all to Hyzol. Technology for the future. Technology for you. Another exofighter recruit, right? Welcome to IBIS. We'll begin by registering your data.
Data logging complete. Please proceed to the firing range. You will now take an exofighter aptitude test. Leviathan will provide instructions for operating exosuits. Do not deviate from Leviathan's guidance. このウォッチャーという移動端末によってあなたの安全とパフォーマンスを見守っています。これからファイターとしての適性試験を行います。エグゾスーツの操縦方法については順にナビゲートしていきますので安心してついてきてください。視点をウォッチャーに向けて動かしてください。次はこちらです。前方の指定地点へ進んでください。障害物を乗り越えてさらに前方へ進んでください。指定の標的に向けて射撃してください。右のレーンに移動してください。より遠くの標的を射撃してください。次のエリアまでスプリントで移動してください。これより訓練用の恐竜を使った戦闘試験に移ります。まずはデッドアイからです。クローンのラプトルを配置します。射撃でラプトルを倒してください。各スーツは固有のアクティブスキルを持っています。ライフルグレネードは遠距離に広範囲爆撃ができるスキルです。ラプトルを配置します。ライフルグレネードでラプトルを倒してください。ミッション中、フィールドにクラフトチップが発生することがあります。クラフトチップを取得してください。クラフトチップを取得すると、クラフトを設置できるようになります。指定地点にウォールを設置してください。ウォールは敵の進行を防ぎ、味方の攻撃は貫通させる性質を持ちます。ラプトルを配置します。オーバードライブは各スーツに搭載された強力な兵器です。ウォールの裏からクラスターサルボでラプトルを配置します。スーツはいつでも変更できます。スーツをロードブロックに変更してください。ディスンゲージ。エグゾスーツはいつでも変更できます。スーツをロードブロックに変更してください。ロードブロックは盾で味方を守るタンクです。通常攻撃でラプトルを倒してください。恐竜の注意を自分に引きつけるスキルです。挑発してラプトルの注意を引いてください。バリスティックロールでラプトルの攻撃を防いでください。シールドブラストで正面にいるラプトルを跳ね返してください。ゴールブロックの試験は終了。リグはスーツに追加スキルを付与する装備です。今装備しているキャノンは長距離射程のレーザービームを撃てるビームです。プテラノドンを配置します。キャノンでプテラノドンを倒してください。状況に応じたスーツの変更やリブの選択が重要です。スーツをウィッチドクターに変更してください。 You got it, pal. ウィッチドクターは味方を支援するヒーラーです。ウィッチドクターの通常攻撃には恐竜を麻痺させる効果があります。通常攻撃でラプトルの動きを止めてください。リペアゾーンは周囲の味方を回復するフィールドを展開します。リペアゾーンで全ての味方を回復してください。フィードで大きく損傷した味方を回復してください。最後に恐竜制御リグであるドミネーターの試験を行います。ドミネーターを使うと恐竜を操ることができます。ドミネーターを装備してください。
ドミネーターを使用してカルノタウルスを召喚してください。カルノタウルスで全ての訓練用ダウンスーツを破壊してください。お伝えします。面接室へ戻ってください。Well done. Calculating aptitude test result. Result: exemplary. Congratulations. You are now a member of the IBS family. As a new exo fighter, IBS will be assigning you to an extremely safe detachment.Patrol Unit number 52585, codename the Hammerheads. We look forward to seeing you grow with IBS. Your war game has concluded.エグゾファイターの皆さん、ウォーゲームへようこそ。私はリヴァイエさん、人工知能です。今回の実験対象はこちらの2チームです。2チームで競い合い、高品質な戦闘データを私に提供してください。ディスンゲージ。コメンス・テミネーション。エグゾファイターはウォッチャーについてきてください。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ダクトルを召喚します。
召喚します。目標の達成速度が速いです。ウォッチャーについてきてください。次のミッションに移行します。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ガスネオスを召喚します。ラプトルを召喚します。デスティネーションマーカー4。召喚します。ラプトルを召喚します。エリアの防衛状況 25%。ガスネオ層を召喚します。エリアの防衛状況 50%。 敵チームの成果により強力アップグレードを1段階上昇させます。ガスネオ層を召喚します。
エリアの防衛状況 75%。 ダクトルを召喚します。防衛完了。敵チームよりも目標を早く達成しています。ウォッチャーについてきてください。次のミッションに移行します。テスト難易度を最大に修正します。完全削除モジュール起動。あなたたちに最大の脅威をプレゼントします。準備してこれに抗ってください。IBS 航空のご利用をありがとうございます。大量のプテラノドンを召喚します。皆様、シートベルト着用のサインが点灯しました。着陸に備えてシートベルトをしっかりと締め、重機を加え、ダイナミックな装填されていることをご確認ください。では、エリアの防衛状況 25%。開始。衝撃に備えてください。今回のファイナルミッションはハンマーチャージです。チームでハンマーを確保し、恐竜を倒してチャージしてください。チャージ完了後、目標を破壊してください。警告、敵チームを次元移動させました。敵チームから直接攻撃を受ける可能性があります。注意してください。
ガスネオスを召喚します。ダクトルを召喚します。トリケラトプスを召喚します。ラプトルを召喚します。ダフルを召喚します。
チームがバリア A を破壊。ティラノサウルスを召喚します。ガスネオソウを召喚します。スナイパーネオソウを召喚します。勝利が目前に迫っています。最後まで勝ち抜けする戦いを見せてください。どうしよう、イニシアム。バトルテスト完了。あなたたちは勝利しました。私はあなたたちに可能性を感じています。次回のバトルテストまで十分に体を休めてください。良い睡眠を。おやすみなさい。グッドニュースです。あなたに生存許可が下りました。有料なサンプルとして認定し、重要な実験場へ移動させます。あなたの配属先は終わることのない無限のウォーゲームです。私が用意した大量の恐竜と戦い、敵ファイターを排除してください。最高のエグゾスーツを開発するためには大量効果値、多種多彩な戦闘データが必要となります。私の役に立てるようウォーゲームを生き残り、データ作成に貢献するのです。脅威レベル上昇。実験対象エグゾファイター。ウォーゲーム無限ループフェーズへ移行。人類は命を捧げるのです。今回のウォーゲームの最も優秀なファイターの皆さんです。